ぜ。そんな痛いことないですよね。何がそんな痛かったんですか今の。今のなどこ痛かったですか。どこですか。どこどこ。折れそうだった。折れない折れない。これそうそう。どんだけ反らしてないんですか。痛い痛いです。のこと知ってたの初めてですよ、そういう人。痛いって。いや、まあ痛いは分かりますけど、そんな痛がり方したの初めてですよ。そう、それがね、イエーってなった時が誰ですよ。行き過ぎるとあーってなりますよ。でもこのぐらいですよね。このぐらいやったの。まあ、いや、もうそれ以上行ったらやばいです。はい。お腹がすごいなってます。ああ、そうだ。こう体がほぐれてきて、こう緊張感もほぐれて、はい。置いてあるだけですよ、これ昨日。どんだけ硬いんですか。体もうちょっと動かしてください。はい、はい、そのなんていうんですかね、歩いたりするだけじゃなくて、はい、こう指を反らすとか、はい、はい、こう体幹をひねるとか、はい、そういう動きです、うん、はい、ただ歩いたり座ったり立ったりするだけだとゴミとことかほったらかしになるじゃないですか、はいはい、そういうところが手首とか足首とか固まっていると自律神経が乱れますよ。あ、四十肩になりますよ、これ。いや、それはいかんですね。そうです。ちゃんと動かさないと。つけた状態でこういうふうにしてほしいんですけど、ここ肘を体にピタッとつけて、効いてますか？痛いです、めっちゃ痛いですよ。肘をつけるところ、痛すぎてわーってなりますね。親指を中に入れてグーしてください。中に入れてグー、うん、中に入れてグーしたままにしてください、うんうん、
もういいですよ、グーは。いやいや、こっちできますね。ああ。これですよ、やってたら。で、いや、でも楽ではないですよ。痛いですか？痛い、まあ、微妙には通すね。うん。こっちのぐらいが、まあ、一般的な反応です。痛いです。このぐらいですか。はい。どこ痛かったですか。すごいね。なんて言ったらいいんだろう。肩甲骨の裏に効くはずなんですけど。どこだろう。痛いっす、ほんと痛い、痛い、つまんでるだけですよ。いや、ほんと痛いっす、ほんと痛い、痛い、すごい痛い、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.